探偵というものを嫌うお父様が、まさか武藤で大人気の探偵ミスター水瀬に依頼をするなんて。失礼ですが、どこかでお会いしましたか？初対面だと思います。ですが、この名前はベカロンではありふれているので、きっと人違いだと思いますよ。特に用がないのでしたら、これで失礼しますね。誘拐が自作自演であること、ミスター水瀬はすでに気づいているのかしら。それってダブルリーフがイオン教に報復するために私を誘拐したっていう嘘を流す作戦のこと？うまくいきますように。戻るって、あなた、あの探偵に目をつけられてるの？大丈夫なの？あなたがすごい人なのは知ってるけど、
ありがとう。あなたと友達になれたことは私の人生における一番の幸運ね。もちろんよ。大事な人からの手紙が返ってこなくてムカムカしてるとき、養母さんに連れられて参加していたあなたに会ったのよね。そうだったの？私はただ慣れない場所で怯えてるあなたが気になっただけよ。そんな落ち込むなって、ちゃんと手紙書くからさ。嘘なんかついたことないだろ。わかった、待ってる。じゃあ、俺はもう降りるから、気をつけて行ってこいよ。お嬢様、お帰りなさいませ。お客様がお見えになっています。探偵をされている方だとか。リビングです。あの、顔色が優れないようですが、日を改めるように伝えましょうか。かしこまりました。
こんにちは、探偵の水瀬です。俺は今ミスター・ジョーンズからの依頼を受け、誘拐されたエミリアお嬢様の行方を追っています。早速ですが、エミリアさんのご友人であるあなたにいくつか質問をさせてください。今朝の武都新聞をまだご覧になっていないのですか？現場を調査したところ、多少荒らされてはいたものの、誘拐らしき痕跡はありませんでした。むしろ、彼女は自ら別荘を離れたようにも思います。エミリアさんについてですが、最近何か変わったことはありましたか？その他に具体的に何を話していたのか覚えていませんか？わかりました。情報の提供に感謝します。それと、急にこのような悪い知らせを持ち込んでしまい、申し訳ございません。はい、依頼人はお嬢様のことをひどく心配していたので、俺もすぐに次の手がかりを探しに行きます。どうかしましたか？俺についてくるということが必ずしもあなたにとって有益であるとは限りませんよ。わかりました。ですが、今は他にも確認しないといけないことがあるので、1時間後に俺の事務所で会いましょう。全処します。では、また1時間後に。
ようこそムトストリート221号へ。こんにちは。私はここのオーナーをしているスタッブスよ。気軽にマダムと呼んでちょうだい。彼、ミスター・ミナセとは随分古い付き合いなのね。いいえ、ただの勝手な推測よ。彼、あまり自分のことを話そうとしないでしょ。女性をここに招くのも初めてのことだったから、それだけ他とは違う相手なんだと思っただけよ。あら、そうなの？もしあなたに本当のことを言えていないのだとしたら、何かしらの事情を抱えているからかもね。気にしないで、ただの年長者の勘よ。大丈夫、二人の絆が確かなものならいずれ元通りになれるわ。あそこが彼の部屋よ。あなたならそのまま通していいと言われてるから、どうぞ入って。それはダメだ。もう約束の時間になってたんですね。いえ、大丈夫です。作業はもう済んでるので。それとエミリアさんについて一点いい知らせがあります。
エミリアさんは誘拐されていません。今回の事件は彼女の自作自演かと。これはエミリアさんとイオン教の婚約に関する調査報告書です。エミリアさんは伝統的な家柄に生まれたせいで、結婚相手を父親が指定する決まりになっていた。ですよね。依頼人はイオン教の資金難と彼の人格を全て無視し、莫大な礼金を出して彼との婚約を成立させた。つまりこの婚姻は金銭で貴族の身分を買うための取引だったことになる。もしそれだけなら、エミリアさんは行動してなかったでしょう。エミリアさんの親友であるあなたなら、ランディさん、エミリアさんの幼なじみであり、恋人である彼の存在も知ってますよね。俺はあくまでも結婚は愛と相互理解の先にあるものだと思ってます。利益から始まる関係はいずれ必ず悲劇で終わるので、特にエミリアさんのように意中の相手がいるならなおさら、強引にイオン教と結婚したところで破滅以外の結末は想像できません。俺たち二人がそう思ってるなら、ランディさんもエミリアさんとイオン教の婚約を快く思っていないでしょ。つまり彼がエミリアさんのために危険な行動に出る可能性は高い。例えば誘拐事件を偽装して駆け落ちをするなど。どうしてありえないんです？答えてください。どうしてランディさんはありえないんですか？
つまりエミリアさんを援助している人間は他にいると。一体その人物は誰なんでしょうね。十分に状況を理解しているだけでなく、エミリアさんとランディさんに同情を示している人物。ダブルリーフがどんな組織か知ってるんですか？他には？ダブルリーフの由来についてはご存知ですか？でしょうね。ダブルリーフの由来が報道されたことなんてないですし、誰もそんな組織の詳細なんて気にしてませんから。新聞社が欲しいのは注目が集まるようなビッグニュースであり、彼らが気にしてるのは売り上げだけ。一つ物語を聞いてくれますか？20年ぐらい前、ベカロンには仮想階級出身の法律家の青年がいて、彼はよく市民のために無償で裁判に参加していました。そしてすぐに平民の権利を侵害している人間が現地の貴族であることに気づき、貴族に対抗するための組織ダブルリーフを創立しました。事実そうだからです。怨恨と呼んでいいほどの憎しみのせいで、一部の人間が組織の初心を忘れ、過激な手段で貴族への報復を繰り返しているんです。彼らのせいでダブルリーフは誰もが怖がる犯罪組織へと変貌してしまいました。打てなかったんです。当時彼はすでに重い病気を抱えていて、そばには一人の養子と信頼できる数人の部下しかいなかった。ね、
リーダーは息を引き取る直前、ダブルリーフの汚名を注いでほしいと、その用紙に全てを託しました。行動はしてますが、それだけです。養父を埋葬してから3年、彼はダブルリーフの過激分子を粛清し続けてきた。けれど、各地にはまだまだ残党がいて、今もその活動は終わっていません。だから彼は手段を変え、組織を沈静化させることを優先した。すると現に、世間は少しずつダブルリーフの暴行を忘れていった。ここ数年、ずっとダブルリーフのことを調べてきましたからね。他にもいろいろと知ってますよ。例えば、組織に隠された情報とか。犯行に及ぶ際、ダブルリーフは必ず脅迫状を残すんです。しかもご丁寧にダブルリーフの署名付きで、エミリアさんが最後にいた部屋にはそれが残されていませんでした。ないとは言い切れません。一応俺と警察が何度も現場を調査してきましたが、見落としだけは誰にでも起こり得ますからね。あなたが気になるようなら、もう一度現場に行って調査してみますか。どこかに出かけるの？はい、少し用事がありました。マダム・スタップス、この手紙をムト新聞の編集長ミスター・デイビスに渡してもらえますか？黒い封筒ね。また大きな山なの？マダム、この件をお願いできるのはあなたしかいません。名探偵にそこまで言われたら、私もノーとは言えないわね。いいわ、
必ず彼に届けてあげる。それじゃあ馬車を呼んでくるのでここで待っててください。行きましょう。馬車の用意ができました。顔が赤いけど熱じゃなさそうだ。やっぱりな。この後に及んであなたの話を聞く必要がどこにあると。最初はただ二人の計画を知っているだけだと思ってましたけど、あなたが何度も俺にダブルリーフの調査を促してくるうちに、あなたも計画に参加しているんだと疑うようになった。でないとあなたはいつまでもデタラメを言い、時間稼ぎを続けていたでしょう。
どうしてダブルリーフを装ったりしたんです？あなたは警察が未だにダブルリーフのことを追っていることを知ってますか？加えて彼らの懸賞金がどれだけの額なのかも。もし今日ここであなたの偽装を見つけたのが警察だったらどうなっていたか想像できます？あなたは間違いなくダブルリーフの一員として逮捕され、尋問され、ありもしない罪を着せられていたでしょうね。自分のことは自分で守ると約束したはず。なのにどうして自分から危険に身をさらそうとするんだ？何を？水瀬探偵、どうしました？大丈夫ですか？入らせていただきます。いい、入るな。入るなと言ったはずだ。わかりました、失礼いたします。医者はダメだ。行かないでくれ。俺が悪かったから。驚かせてしまって申し訳ない。古傷が傷んだことによる軽い発作なのでご心配なく。俺の体を心配する前に、あなたは自分のことを心配した方がいい。あなたはエミリアさんの誘拐事件に関与していただけじゃなく、彼女とランディさんの駆け落ちに加担し、証拠品の偽造にも手を染めた。事件の共犯者となった今、今後どういう扱いを受けるかは想像できるでしょう。
俺が助けてあげますよ。まさかエミリアさんが武藤を離れたからといって安心できると思ってませんよね。エミリアさん、イオン卿、ランディさん、この3人の関係を調べた時からなんとなく察しはついてましたよ。自分の計画に一つ見落としがあることにまだ気づいていないんですか？もしイオン卿がエミリアさんとランディさんの駆け落ちに気づいたら、彼は黙っていると思いますか？ならあなたは二人の計画に手を貸したんです。二人を捕らえられなかったイオン卿の怒りは間違いなくあなたに向くでしょう。さっき言いましたよね、俺が助けるって。今はまだそれを教える時じゃない。それにまずは対策を話し合う方が先です。俺の考えてる計画はあなたの計画を続行することです。あなたが今回の件をダブルリーフと結びつけようとしてたのは一体どうしてです？まあ考え方自体は悪くないと思います。が
修正は必要です。ダブルリーフは脅迫状をターゲットにしか送らない。はい、そうすることで初めて脅迫状の効力が発揮されますからね。いや、もちろん脅迫状は最初の一歩に過ぎません。俺には熱心な友人がいて、タイミングよくイオン教のスキャンダルを見つけてくれたんです。で、さらに都合のいいことに武都新聞がそのスキャンダルを追っていた。もしそれらの記事が出来上がった場合、イオン教はエミリアの家からもらった金で揉み消す予定だったんでしょう。つまり今が最高のタイミングってわけです。うまくいきさえすれば明日の朝にはイオン教の記事が新聞の一面を飾ることになる。ただ一点、これらの効果を高めるためにはあなたの助けが必要になります。俺のパートナーとして一緒にイオン教の舞踏会に出席してください。俺側の情報筋によればもう始まってる頃でしょう。むしろ彼女が誘拐されたと知って率先して舞踏会を開催していたそうですよ。巨額の礼金を用意してくれる次の財布を見つけるためにね。大丈夫。この曲が終わった後、どうにか近づいて服に手紙を忍ばせます。この事態が起きないよう、なるべく早く済ませましょう。まあ、それも一つの手ですが、残念ながら、俺はダンスが得意じゃありません。準備もなく踊ったところで、あなたが恥をかくだけかと。
またお前の足を。俺には本当にダンスの才能がないのかもな。どういうことだ？この曲は。何年も踊ってないので、多分ステップとかもほとんど忘れてると思いますよ。次の小説が始まったら俺が動きます。あなたはそのまま踊りを続けててください。ですが、そうでは。危険すぎる。俺が何とかします。待って。
今の行動がどれだけ危険なことか、ちゃんと理解してるんですか？万が一あの場で悟られていたら、今度こそ終わってたかもしれないんですよ。次またそんなことをしたら。わかりました。何か？危ない。さっきのはどういうつもりですか？俺のことをあなたの探してる人だと思うことにしたんですか？あなたはもう彼のことを待つつもりはないと。
どういう意味です？ステップ。ボロ。欲張ってお前に会うべきじゃないって最初から分かってたのにな。お前が十分な証拠を見せた以上、俺も罪を認めて受け入れるしかないだろ。約束するよ。俺とダブルリーフの関係について考えてるのか？それ以外に俺があんな嘘をつく理由は思いつかないだろ。もし俺がダブルリーフの人間だと言ったら、お前は俺を怖がるか？気にすんな。お前の思ったままに答えればいい。もう隠し事はしないって約束したからな。
けど、俺が。雨が強くなってきたな。家に帰ったら俺の全てをお前に教えるよ。ダブルリーフの件はどうする？今日はもう遅いし、明日でも。わかった。メンバーになる際、全員が体にホルモンだ。お前が引き取られた後、俺もすぐに引き取られてな。先生ってのは表向きの身分で、正体は俺を後継者に育てようとしてたダブルリーフのリーダーだ。前に話した通り、俺はこの3年で組織の過半数を粛清してきた。その過程で何人かの残党がこの武藤に逃げ込んだんだ。まあな、ここで探偵として働くようになったのも隠れた奴らの情報を集めるためだ。そして俺が敵である以上、あいつらは貴族を相手にする時の100倍以上残忍な手段で対抗してくる。誰に尾行されててもおかしくない状況で、もし奴らに関係を知られたらお前にも危険が及ぶと。それに俺にはまだ果たすべき責任が残っていたから、再会するにしても今じゃないと思ったんだ。俺の計画ではもちろん今はベストじゃない。そうだな、何一つ憂いのない穏やかな日に
お前の大好きな花束を用意して、お前が住んでる家を訪ねる。それから何も知らないお前に向かって開口一番遊びに行こうって誘うんだ。お前を事務所に呼んだ時はまだ他人のふりにほころびが生じるなんて思ってなかったんだ。だから事件が終わるまでお前をそばに置いても問題ないと判断したんだ。けど今考えると隠す気がないような言動が多かった気がする。お前を前にすると冷静でいられなくなるのかもな。あれはただ準備ができてただけで、遭遇した際の対処法を前もって考えておいたんだ。俺が初めて武藤に来た日、すでにお前を見かけていたんだよ。あの時お前はエミリアさんと一緒に湖がある公園で遊んでて、俺は近くの木陰に立ち、日が沈むまで二人を眺めてた。お前の世界が平穏で安全なのに対し、俺は常に危険と隣り合わせだった。そんな状態でお前に近づけるわけもないからな。だからせめて遠くから見守ることにしたんだ。もちろん分かってる。半年前に再会した時も重々思い知らされたからだ。お前の目が歓喜から失望に変わっていく様を、その一つ一つを俺は目の前で見てたんだ。ごめん、お前が悲しんでるって分かってるのにそばにいてやれなくて。どうした？ああ、そうだな。もちろん。4年前、組織内の過激分子と争ってた時に負った傷が原因だよ。落ち着いていれば平気なんだけど、あの時はお前が脅迫状を偽造するとは思ってなくて、慌てすぎた結果発作につながったんだ。分かった、お前の言う通りにする。二つ目の質問は、お前とエミリアさんが友達なのは知ってたから、お前が巻き込まれるのを心配してミスター・ジョーンズに自薦したんだ。あと、お前の同伴を許可したのも
お前に近づきたいっていう感情の他に、その方がお前を守りやすいと思ったからだ。でもまさかお前がここまで大胆で、巻き込まれるどころか首謀者側だったなんてな。とはいえ感謝はしてるよ。最後にもう一度、親父のやり方で悪事を働く貴族に対価を払わせることができた。まあな、大したことじゃないけど、せめてもの手向けってやつだ。じゃあ最後の質問だな。いるよ。これから先の1分1秒全てにな。でも俺にはまだすべきことが。親父を支えてきた部下たちを解放するって仕事が残ってる。そうだ、洗い流すことのできない罪を犯してしまった以上、ダブルリーフが今後親父の望んでいた形に戻ることはない。さらに親父の初心はこの探偵事務所にも引き継がれてるからな。俺は探偵としてこれからも市民を助けていくつもりだ。ただ完全にダブルリーフを事務所に合併させるにはあと2ヶ月ちょっとの時間が必要になる。もう2ヶ月俺を待っててくれないか。それじゃあ全てが済んだらすぐに会いに行くな。約束だ。よく来たな。ちょうどよかった。一緒に散歩でも行くか。いいね。この帽子は親父に言われて買ったものなんだ。ベカロンの紳士なら持ってないとダメだってな。胸のブローチが気になるか。見覚えあるだろ。お前も知ってるぞ。なんせモチーフは孤児院でよく遊んでた屋根裏部屋の鍵だからな。あの屋根裏部屋には二人の思い出がたくさんあるから。思い出があるんだ。もし離れ離れになってもこれをつけてれば俺たちの思い出をすぐ思い出せるだろ。
いや、どうしてそう思ったんだ？お前に宛てた手紙だからな。当然名前はお前だ。面と向かうとなかなか言えそうになくてな、手紙で伝えることにしたんだ。いろいろだ。お前と別れてから経験してきた大事な出来事や、8年分のお前に対する思いとか。あ、先に言っておくけど、数日かけて書いたからちょっと長くて退屈かもな。そっか、なら読み終わったら返事を書いてくれるか。難しく考えず適当でいいから。気づかれたか。手紙を書くって約束したのに、いろんなことがあって書けなかったから。だからせめて。もちろん、てっきり俺は忘れていいって言われると思ってたから。これから過ごす毎日は完璧にしていこう。